私は幸恵、28歳のパート主婦です。夫と義両親との4人で義実家で一緒に仲良く暮らしています。夫には姉と妹がいますが、2人とも義実家の近くに住んでいます。だから週末などには顔を合わせる機会も多いんです。ごめんね幸恵さん、いつもいつも遊びに来ちゃって。ううん、いいの、みんなで食べるご飯は美味しいし。パニミちゃん、今日は豚しゃぶよ、いっぱい食べてね。はい、豚しゃぶ大好き。お皿あっちに運ぶね。技師のパニコさんと小学生のパニミちゃんは、私がみんなの食事の支度をしているといつも手伝ってくれます。義妹のサリナさんとは大違い。豚しゃぶ？ありえない、しゃぶしゃぶって言ったら牛でしょ、牛。文句があるなら食べなきゃいいじゃん。あのお父さんが最近牛肉は胃にもたれるから豚の方がいいって言ってたもんですから。もうゆきえさん、お父さんにいつも貧相なもんばっかり食べさせてるんじゃない。いくら兄貴の稼ぎが低いからって食事くらいちゃんとしたもの出してよね。じゃあそういう自分が食事の支度すればいいんじゃないの。私はゆきえさんに言ってんの。すみません。その点この間のうちのしゃぶしゃぶは松坂牛よ。しがない平社員の兄貴じゃなかなか松坂牛なんて手が出ないでしょうけどね。すごいのは旦那さんであってサリナおばさんじゃないんだから、サリナおばさんがそれ自慢するのはどうかと思うよ。ん、うるさいわね。とにかくうちはすごいのよ。そりゃエリートサラリーマンと結婚したサリナさんにとってみれば豚しゃぶは庶民の食べ物のように思えるでしょうけど、そう言いつつ義実家の食卓で誰よりも食べているのは実はサリナさんだったりするんですよね。こんな時にこうしていつも助太刀してくれるのがパニコさんとパニミちゃんなの。ほらサリナ、失礼も大概にしなさいよ。さあさ、マウンドとかダサいよな。ああそうだ、こないだゆきえさんのお母様からまたパニミのお洋服を送っていただいたの。いつもありがとうね。お礼にご実家の鈴木さん宅にこっちの名産を送っておいたから。パニコさんは話題を変えようと思ったのか、先日私の実母が姪っ子のパニミちゃんに送ったお洋服のお礼を言ってくれました。まあ鈴木ってのは私の旧姓です。本当？帰って気を使わせちゃってごめんなさい。いいのいいの、っていうか気を使わせてはこっちのセリフだよ。ベルマーチンなんて子供服の高級ブランド、自分で買ったらとんでもないお金かかっちゃうし、ベルマーチンの服を普段使いしてるって周りのママ友からも羨ましがられちゃうんだ。見て見て、これマチコバーバーがくれたの。パニミちゃんが新しいお洋服を着てくるりと回ってみせました。うん、かわいいかわいい、母もきっと喜ぶわ。あのね、ママがマチコバーバーにお礼の電話した時に、夏休みになったらゆきおばさんと一緒にこっちに遊びにおいでって言ってくれたの。そしたらまたベルマーチンのお洋服くれるって、新作から好きなのを選ばせてくれるって言ってたんだ。ゲゲ、パニミ、いつの間にそんな約束してたの。もうパニミはちゃっかりさんだな。鈴木さんのご迷惑になっちゃうじゃない。いいんですよ、何度も言ってる通り本当に気にしないでください。だって私の母とパニミちゃんとっても仲良しだし。実は私が夫と知り合ったのはパニミちゃんがきっかけみたいなもんなんです。私が独身の頃、パニコさん一家が旦那さんの転勤で私の地元に一時期住んでいて、その時子供関連のイベントで母とパニミちゃんは仲良くなったんですよね。その関連で私は夫とも知り合えたので、いわばパニミちゃんは私たち夫婦のキューピッドみたいなもんかな。私には子供がいないし、母はパニミちゃんを孫代わりに思ってるみたいなんです。だからお洋服ももらってくれると母も私も嬉しいです。そう、じゃあありがたくもらっちゃうね。いししパニコさんとパニミちゃんがその場を離れると、サリナさんが再び近寄ってきました。ねえねえ、ベルマーチンって高級ブランドなんでしょ、どうしてパニミちゃんだけもらえるの、ずるい。あのベルマーチンは子供服専用ブランドなんで大人の人にはあげられなくて。別にベルなんとかじゃなくたっていいじゃない、
そりゃうちの夫はエリートだからブランド服だって買えるわよ。でも親戚付き合いってそういうものじゃないでしょ。ほんとゆきえさんたら常識がないんだから。すみませんっていうかゆきえさんのお母さんも片手落ちよね。パニミちゃんの服ばっかり送って姉貴はおろかゆきえさんにも服の一つも送らないんだから。ねえ、これは忠告だけど、ゆきえさんももうすぐみそじなんだから、もうちょっとマシな服着た方がいいわよ。私みたいに大人の女性らしくハイブランドの服を着こなせるようにならなきゃ。ああ、ごめん。いくらハイブランドの服着ても、出かけるところがスーパーかパート先だけじゃ、おしゃれしてもしょうがなかったわね。ごめんなさいね。私が反論しないのをいいことに、義妹は言いたい放題です。とはいえ、確かにサリナさんの言うことにも一理くらいはあります。いくらパニミちゃんと母が仲良しだとはいえ、義姉の家庭ばかりに物を送って、義妹の家庭には何もなしじゃ、さすがにバランスが取れませんよね。とはいえ、大人の女性に子供服ブランドのベルマーチを送るわけにもいかないし、さてどうするべきか。悩んでいた私でしたが、それからすぐに解決策が見つかりました。なんと義妹のサリナさんが妊娠したのです。判明したのが結構遅かったので、すでにもう5ヶ月になるところだとか。つまりおおよそ5ヶ月後にはサリナさんの家にも赤ちゃんがやってくるのです。あー、これで万事解決。母にお願いしてサリナさんにもベルマーチンの服を差し上げることにしよう。サリナさんきっと喜んでくれるだろうな。そう私は思っていました。ですがそううまくはいかなかったんです。5ヶ月後、サリナさんの妊娠が分かってから5ヶ月が経ち、ついにサリナさんに女の子の赤ちゃんが生まれました。サリナさんが退院してすぐ、私は急いで実母からのお祝いを持っていきました。サリナさん、この度はおめでとうございます。これ私の母からお祝いです。母が作った服なんですけど。綺麗にラッピングしたベビー服をサリナさんに差し出すと、サリナさんは思いもよらぬ返答をしました。はあ、手作りの服だ。ちょっと信じらんない。姉貴の子供には高級子供服ブランドを送っておいて、私の子には手作りで済ませようってわけ。え、いえ、そうじゃなくて。あんたのお母さんどうかしてるんじゃない。安っぽい手作り品を送ろうなんて非常識もいいところよ。出産祝いに手作り品を送るのがそんなに非常識だとは私には思えませんでした。今じゃ何でもお金で買える時代だってのに。ダッサ、今時手作りとか。わかりました。ではこの服は持って帰ります。ちょっと、いいわよ、仕方ないからもらっておいてあげるから。お祝いを突き返したなんてうちの旦那に知られたらすっごく怒られちゃう。赤ちゃんの服なんてすぐベタベタに汚れるんだし、仕方ないから雑巾代わりにもらっといてあげる。スマホでバシャバシャと写真を撮りながら笑うサリナさんに、私はムカッペラが立ちました。せっかく人が挙げた出産祝いを雑巾ですって、非常識極まりない。しかし事態はそれだけでは済まなかったのです。1週間後、サリナさんに出産祝いを渡してから1週間後、私は自宅で遊びに来たパニコさんとのんびりお茶をしていました。するといきなりサリナさんが駆け込んできたのです。ちょっとこれどういうことよ。なに、どうしたのよサリナ。あれ、赤ちゃんどうしたの。赤ちゃんなんてどうでもいいわよ。見てよこの SNS、 どういうこと。サリナさんは私たちに自分のスマホを突き出しました。するとスマホに表示されていた SNS にとんでもない投稿が書かれていたのです。兄貴の嫁から出産祝いもらった。でも今時手作りの服だって、昭和か。兄貴の義母の手作り、ダッサー。贈り物のセンスがない人は困るよね。そして SNS の画面には、私がサリナさんの出産祝いに差し上げた母の手作り服の写真が。ちょっとサリナ、これあんたの投稿？何人の出産祝いにケチつけてんのよ。それだけじゃないの、よく見てよ。そう言われて改めて SNS の画面をよく見た私は再度びっくりしました。
なんとその投稿にはいいねが1万件以上もつき、ものすごい数のコメントが書かれていたのです。うわ、もういいね1万件？どういうこと？それにこのコメント、これ最近人気の高級ブランドのベルマーチンですよね。ベルマーチンの新作ですか？かわいい。ベルマーチンって手作りじゃなかったの？私はしれっとした顔で答えました。手作りですよ。それにその服がベルマーチンの服だってことも間違いありません。え？何よサリナ、あんた知らなかったの？ゆきえさんのお母様はベルマーチンのオーナーデザイナーなのよ。はい、もともと母が私のために手作りしていた服が周囲の人たちの間で話題になって、うちの子にも作ってほしいという声が相次いで、だんだん規模が大きくなって、今ではベルマーチンというブランドができるまでになったんです。お母様の名前が鈴木まちこだから、鈴木の鈴でベル、まちこがマーチンになってるんだよね。今じゃ製造は会社の社員に任せてますけど、大事なお客様や自分の知り合いには今でも手作りで一点物を作ってるんですよ。そんな知らなかった。じゃあパニミちゃんにあげてたのも？もちろん母の手作り服ですよ。ベルマーチンの一点物。まったく、もらった服の価値もわからないでよくダサいだなんて暴言吐けたわね。よく見ると SNS のコメントでもパニコさんと同じようなことを言ってる人がいるようです。人からいただいた出産祝いにケチをつけるなんてよくないと思います。こうやって SNS にさらしてあげた人が見たらどう感じると思うの？もともと非常識な人だとは思ってたけど、まさかここまでとは。子供が心配。ベルマーチンの服をダサいなんていう人の神経疑うわ。まさかベルマーチンの服だって分かんなかったとか？センスのなさがバレちゃったよね。笑っちゃいけないんだけど、思わず笑っちゃいます。ゆきえさん、もう一度うちの子にベルマーチンの服を作って。母の手作り服が高級ブランドの一点物だということをようやく認識したサリナさんは、今頃になって私にすがりついてきました。やですよ、母だってきっと断ります。あげた時には散々ダサいって言っておいて、今頃になって惜しくなったんですか？だってそれは知らなかったから。いやー、無知は罪だね。無知は罪って知ってる？ソクラテスの言葉で、まさにあんたのこと。あと覆水盆に帰らずってことわざも知っておいた方がいいよ。物知らずだから。私は母の服がブランドであろうとなかろうと、私にとって大切な母が作った大切な服です。その価値がわからないような人に大切な母の服は差し上げられません。そんな、お願い、このままじゃ SNS で私がダサい物知らず扱いされちゃう。 SNS で居場所がなくなってる私、生きていけない。泣き崩れるサリナさんをパニコさんが一喝しました。サリナ、大概にしな。いいね1万件にびっくりして急に手のひら返しってか。あんたさ、薄っぺらいのよ。今更後悔しても遅いわけ。あんたの本性世界中にバレちゃったね。その後、サリナさんの SNS の投稿はどんどん拡散されて、贈り物にケチをつけるセンスゼロ女と SNS は大炎上。サリナさんは嘲笑うコメントが相次ぎ、ついに SNS を閉鎖したそうです。これまで生きがいだった SNS を奪われて、サリナさんはエリートの旦那さんにイライラをぶつけるようになり、かなり夫婦仲も悪化してるとか。あんまり夫婦仲が悪くなりすぎて実家に突き返されたら困るので、なんとかサリナさんの旦那さんには踏みとどまっていただきたいところですけどね。サリナさんはあの一件以来、私には近づかなくなって、私の日常は平和なものになりました。まちこばあば、こんにちは。今日はパニコさんとパニミちゃんと一緒に私の実家へ遊びに来ています。パニミちゃん、いらっしゃい。パニコ様、こんにちは。どうも、お世話になります。見て見て、まちこばあば、この洋服かわいいでしょう。パニミちゃんは母の前でもらったベルマーチンの服を着てポーズをとってみせました。かわいいかわいい、パニミちゃんよく似合ってるね。今度ベルマーチンの新作発表会でモデルさんやってみるかい？ほんと？はい、やった、やるやる。え、嘘、
本当にパニミーやったじゃん。イシシ。自分の洋服を着ているパニミちゃんを見て母も嬉しそうです。これは私も早いとこママになって、今度は母に自分の孫へのお洋服を作らせてあげなくちゃな。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。